里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日は、はい、中日&オリックスということで、ドラフト評価します。はい。はい。じゃあ、まず、じゃあ、中日からいきますか。あ、与田さん、ソードバンク2年連続くらい引いてますよ。あ、そうですね。ネオに続いてね。そうです。引き当てて、はい、これで将来ね、うん、石川、ネオの三遊間が。はい。完成すれば。いやー、ちょっと楽しみですね。ネオくん。中日僕なんて言ってましたっけ？中日はですね、はい、好きなの取っていいって言ってました。あ、でも、キャッチャーは取った方がいいけど、ドラフトどうなっても多分来年強いだろうって。そう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 、はい。来年強そうだから、そんな打撃陣も、うん、そこまで言って穴もなさそうだし、はい、うん、ネオとか若いのも取ってるから、はい、好きなの取ってもいいって言ったんですよ。そう言ってました、そう言ってました。それで石川君取れたのはでかいですね。そうですね。はい。もう本当にね、もう右の長距離砲っていうところで、うん、まあ名古屋ドーム、ひょっとしたらラッキーゾーンがね、はい、できるっていう噂もありますけど、うん、広い球場で長打力打てる右バッターは、やっぱ欲しいですよね。はい。石川選手、明言したの、間違いだったんちゃうかっていう。取れたから良かったですけど。まあそうですね。単独でいけるかもしれへんっていう人を明言すると、他のチームが、え？取るの？外れ1位でいこうと思ってたけど、え、あれ？もう明言して取るんだったら、本当は佐々木君、岡川君行ってから行こうと思ってたけど、うん、そっちで行こうかってなる可能性ないんかなっていう。なるほどな。だからまあソフトバンクと、オリックスが最初からね、はい、うん、石川選手だってのかもわかんないですけど、はい、ひょっとしたら、ドラフト1位公言を聞いてからシフトチェンジした可能性もありますよね。そうですね。まあそこはちょっとわかんないですけどね。はい、僕の妄想です。地元なんですよね。そうなんです。だからやっぱりね、うん、そう、地元がね、盛り上がりますよね。いや、ほんと、それいいんですよ。ね。うん。しかもね、うん、2位の橋本くん、はい、めちゃくちゃいいっす。おー、そうなんですか。はい、僕生で見たことあるんですよ。大正大。はい。ヤクルトに入った大西くんがね、はい、同じ大学なんですけど、ええ、大西くん投げてる時に、これドラフト候補なんですよって聞かれて、はい、あ、そうなんだと思って、うん、って見てて、次変わって橋本くんが投げたんですよ。はい、そのパナソニックとのオープン戦の時に、うん、はい、あれ？こっちの方がいいんちゃう？って言ったんですよ、僕。はい。その、前情報全くなかったんで、はい、見た感じ。え、この子の方がいいんちゃうつって、はい、そしたら、この左の子も、なんか、ドラフト候補らしいです。へ、まあ、いや、そうだと思う。これめっちゃいいつって。2位で入ってますからね。はい。この橋本くんは、本当に良かったです。うん、うまくはまれば、即戦力で使えるんじゃないですか。佐藤さんのその、あ、ここいいなーっていうどこ見てるんですか、な感じ、なんか言葉に表せないです。表せないです。これ、愛ですよ、愛。はい、佐々木愛で、はい、ここからの目力で見て、いいんちゃうかなっていう。だから今、フォームのバランスとか、はい、その、フォーム通りの球の強さが出てるとか、その球筋とか、うん、そのボールが離れた瞬間のボールの軌道とか、うん、最後のキャッチャー通る時のボールの感じとかを全部俯瞰で見るんですけど。へ、う、ぇ、ん、ね、橋本選手は僕は結構いいと思うんです。で、しかも中日は、はい、投手4人取ってるじゃないですか。はい、全体的にやっぱ投手を、強化したいっていうチームの思惑なんでしょうね。うん、しかも結構即戦力ですよ、3位の人も。岡野投手ね。東芝から。25歳ですから。はい。東芝はね、この西武に一位指名された宮川君の2倍看板でね。はい。奥野君もいいんですよ。うん。あ、青学だ。はい、青学？青学。青学から東芝行ってますね。本当だ。後輩じゃないですか。あ、応援しよう。あとキャッチャーのね、まあ、伊藤さんがね、はい、コーチいるんで、やっぱキャッチャーそこを育てたいっていう思いで、この取ったと思うんで、はい、郡司くんの選択も良かったですね。もう私はね、高校時代から応援してたんですよ。そうなんですか？仙台育英だったんで。地元熱いわ。はい。っていうか、しかも、はい、静岡でしょ？私地元静岡なんですよ。なんなんぞの？ええー、一応宮城でアナウンサーしてたんで。ビジネスふるさとじゃないですよね。いや、違いますよ。違いますよ、もう。ビジネスふるさと多めじゃないですよね。いや、違う。第二の故郷、とも言いたくないぐらい、もう第一の故郷と言いたいぐらい、もう宮城好きですから。静岡してるんですか？いや、してます。並立、もう一緒一緒。いやね、郡司くんも頑張ってほしいな、はい、で、この回に、岡林くんと、竹内くんの、投手を高卒で取ってることによって、まあ、未来に向けて、やっぱチャンスを掴んでもらいたいっていうところで、編成的にもすごい良かったですね。バランスもいいですね。はい。おー、じゃあすごい。ドラゴンズは本当にね、来年強いような気がします。そうですね、はい。欲しい選手を取ったらいいって言いつつも、バランスはすごく バランスは非常にいいし、今のチーム事情も物語ってるし、うん、はい、
だから本当やっぱりドラフトはチーム事情が分かって、事情が分かってくるんで面白いですけど、はい、今すごいものが目に入ったんですけど。何なんですか？ごめんなさい、もうタイ持ち忘れちゃうんですよ、もう。なんでなんですか本当にごめんなさい。逆に。なんでなんですか？なんか忘れちゃうんですよね。今から押します。いや、意味ないでしょ、もう。スタート。いや、バランスです、バランス。はい、今、中日やったじゃないですか。はい、0分。はい。だから、この後オリックスやるので、オリックスを半分ぐらいの感じ。オリックスのタイムで考えましょう。はい。オリックス、なんて言ってたか言ってあげてくださいよ。オリックスですね。はい、あ、ちょっとこれしか書いてないですけど、はい、キャッチャーがマストだって言ってましたね。はい。キャッチャー取ってないですね。あ、俺やっぱりオリックスのこといまいち分かってなかったかな。そこ、でもこれ、はい、一つの重要な問題があるんですけど、はい、そのポジションどうしても欲しいんだけど、はい、欲しい選手がいないときに無理やり取ることでもないんですよ。うん、どうせ来年も出てくるんで、はい、来年プロ解禁されるっていう選手たちで目星つけてる人がいれば、うん、無理に今年を違う選手取れなくても来年その選手取ればいいんで、うん、そういったところの編成上もあるから、うん、そうなのかなって自分で自己完結してます。納得させて。そうです、そうです、そうです。まあそうですね、はい、来年本当に欲しい人を上位で取ってくるっていう、はい、でオリックスはこの2位で取った紅林選手がウェーバーの1巡目で取ってて、はい、3位の村西選手は最後じゃないですか。はい。30名のね、っていうところのこの兼ね合いもあって、うん、でもまあね、ピッチャーで宮城投手、はい、結構高校ナンバーワン左腕っていうね評判ありますけどね。そうですよね、はい、評判は。オリックスはやっぱり左投手が少ないんで、うん、まあ先発でもアルバース、はい、外国人と、あと田島、まあ、ちょっと故障がちっていうところもあって、はい、で中継ぎでも海田がいたぐらいで、なかなか、中継ぎも2人、3人左がいることも少なかったんで、うん、まあ、この宮城投手がね、まあ、高校生なんで、まあ、即戦力じゃないかもわかんないですけど、はい、将来的に先発中継ぎで、うまいところに左投手としてハマっていけばいいですよね。うん、だから、その、石川選手は外して、次、川野選手行ってるんですよね。はい、左の JFE 西日本のね、はい、日本ハムとの、だから、抽選2回外しての宮城投手なんで、うん、川野、宮城って言ってることによって、やっぱ左投手欲しいんだなっていうところが、だから左投手薄いんだなっていうのが見えますよね。うん、オリックスは。そこをちゃんと、まあ、埋めに行ってるっていう。そうそう、埋めに行ってるっていうところで、まあ、川野投手が引ければ即戦力で来季回したかったけど、うん、そこを取れなかったから、まあ、高校生の宮城くん取って、うん、ひょっとしたら宮城くんも、まあ、1年目からうまく左投手として、うん、まあ、最初はひょっとしたら中継ぎかもわかんないですけど、うん、そこで回していきながら、山本投手の先発に回していくっていうストーリーかもわかんないですね。そうですね。はい。で、その下はどうですか？この紅林選手、かなり評価高いですよね。駿河総合から。はい。はい、しかもショートですから。ショート。ええー。だショートも、レギュラーとこの期間の差がちょっと激しいんで、そうですね。うん、こう上が崩れた時に、やっぱ回したい、もしくは将来的にうまく回したいっていうところで、この紅林選手、結構評価高いんですよ。うん、で、3位が投手。はい。近代からね、村西投手、はい。若干サイド気味なんで、うん、そういったところで、まあ、中継ぎ、最初は中継ぎかもわかんないですけど、うん、変化をつけたいっていうところがあると思うんです。はい、で、まあ、近代オリックス、まあ、地元じゃないですか。はい。でそういったところも、まあ、大きいですよね、うんうん。ちょっとタイプの違うピッチャーを。はい。で、その後は、まあ、マイ君は、まあ、未来に向けてですね。うん。未来に向けて、まあ、西のようにね、はい、阪神に。FA でいた西のように未来に向けて、まあ、育っていってもらいたいっていうところと、まあ、勝俣選手が内野手で、はい、うん、オリックスのびっくりはここからで、はい、そう育成8人取ってるんですよ。めちゃくちゃびっくりしましたよ、はい、これオリックスが永遠と選んでましたもんね。オリックスとソフトバンクが永遠に選んでたんですけど、ソフトバンクは3軍制があるんで、はい、まあ、分かるんですよ、うん、オリックスもう3軍作んのかなっていう。育成って人数決まってないんですよね。うん、育成は、はい、決まってないんですよ。はい、投手4人の外野3人、キャッチャー1人なんですよね。はい、だから、ひょっとしたら、3軍制も視野に入れてんのかなっていう。うん、で、オリックスは、2軍が移転したんですよね。はい、で、これは、ま、僕の憶測なんで、事実かどうかわかんない、どうなのかわかんないですけど、もともとオリックスがいた神戸に敷地まだあると思うんですよね。はい、でそこを3軍で使っても僕は面白いんちゃうかと思うんですよね。へぇー。あるんで、施設がね。はい。これまたね、後々ね、はい、3軍制についてっていうのをね、はい、やりますから。あ、それだけの動画をですか？それとの動画やります。はい、3軍制についてっていうね。はい、ひょっとしたら、そういう思惑もあるかもしれない、このオリックス。でも、オリックス昔、
ドラフトでも契約金0円とかありましたからね。え、そうなんですか。はい、10人ぐらい取って。契約金ゼロ。きついですよね。だって会社員だったらあれじゃないですか、退職金ってことじゃないですかって思え、なんか、まあまあそう、まあまあそう、私はそう思ってたんですけど、まあまあまあそうですね、はい、うんうん、っていうのもあったんで、はい、まあさすがにそれはもうなくなりましたけど、はい、まあこれはちょっと今後の動向を見ながらっていうところですけど、はい、まあオリックスもまあいないところを編成しながらっていうところですけどね。はい、今のチーム状態でもいけるって思ってるかもかです、オリックスは。チームの中をしっかり底上げすれば、うん、今年最下位でしたけど、来年戦えるって、チームは思ってるかもかです、ね。そうですね。これがどうなるかは終わってみなきゃ分かんないんで、はい、チーム的にはそういう、このドラフトの編成からは、そういうなんか意図っていうか、意思っていうか考えが、まあ読み解けるなと、うん。そういったところで取れたっていうのも、この1位、2位の宮城くん、紅林くんを取れたのは、オリックスとしては、未来に向けてはすごいですね。はい、意図にはまってるって、ね。はまってますね。いや、ドラフトって面白いですね。終わってから見て、あ、こういう意図があったんだなって、なんかそっちで楽しむっていう。そうです。チームはこういうふうに思ってるんだろうとか、うん、オリックスとか今の最下位でも、今のチームで底上げすれば勝てるって思ってんだろうなっていう。はい。それがどうかは、賛否は分かりますけど、はい、オリックスとしての意図はそうなんじゃないのかなと、うん、っていうのがこのドラフトから見えますよね、はい、まあ中日は本当に来年強いと思いますし、はい、オリックスもねいい選手がいるだけに最下位で終わるようなチームじゃないんで、うん、まあ来年ねどうなるか期待したいと思います、うんうん、はい。